ウィングダウン岡崎は愛知県岡崎市羽町にある大型商業施設である。ユナイテッドシネマ岡崎、バローバネ店、TSUTAYAウィングダウン岡崎店などを各店舗とし、約50店舗が入居している大型商業施設である。建物は地上3階建て。駐車場の容量は1360台で、平面のほか2階の一部と3階、屋上にある。シネプレックス岡崎時代ウィングダウングランドオープン前の2007年7月14日に角川シネプレックス運営のシネプレックス岡崎として開業。2013年にシネプレックスがユナイテッドシネマに吸収合併され、以降はユナイテッドシネマの運営となり、2018年2月24日に玄関名に改称した。岡崎市にとっては2006年1月19日に成人映画館、岡崎南映劇場が閉館して以来1年半ぶりの映画館で、一般映画館としては2004年10月25日に閉館した岡崎グランド劇場以来2年9ヶ月ぶりとなった。この翌年の2008年11月28日にはイオンモール、岡崎内にイオンシネマ岡崎がオープンしており、同市内にシネコンが2サイト存在している。岡崎市の映画館、消えた映画館の記憶を参照した。倉田産業本社敷地を再開発高層住宅と商業施設に、東海愛知新聞。http://www.fmokazaki.jp/東海/050163.php2020年3月3日閲覧。会社概要株式会社、倉田産業 AB、シネプレックス岡崎から、ユナイテッドシネマ岡崎へ2月24日、リニューアルオープン、ユナイテッドシネマ。https://www.unitedcinemas.jp/img/release/release/release/2018/2018/2018.pdf2019 年11月13日閲覧。映画の時代が今月25日で岡崎グランド劇場閉館。東海愛知新聞東海愛知新聞社。2004年10月19日、3面。2019年11月13日閲覧。岡崎南映劇場19日で、閉館市内の映画館すべて消える。東海愛知新聞東海愛知新聞社。2006年1月18日、1面。2019年11月13日閲覧。ありがとうございます。